て、またまたやってきましたトラウマ回企画第3弾。今回は、回の中で行った企画なんだぜ。テーマは、ヨッシーを使ったコース、ふむふむ。トラウマ回メンバーの方も、そうじゃない方も、ゆっくり楽しんでいってくださいね。ふっふっふ、ようやく俺らがいっぱい喋れるんだね。残念、今回は自業自得ですよ。かわいそうだから、コースの名前の紹介くらいさせてあげるよ。それじゃ、最初のコース早速どうぞ。トラウマ界のキング、コウタロウさん、よっしー、どうぞです。優勝、おめでとうございます。では、張り切ってどうぞです。皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日はマリオメーカー特別編をお送りしたいと思います。私の所属しているトラウマ界で、企画イベントっていうんですかね、その第3弾を行いました。どんどんパフー、イエーイ。今回はですね、ヨッシーを使ったコースということで、今回はチームの中だけで、募集してね、みんなでお互いに得点を付き合って、そのトップ3を今回発表させていただきたいと思います。ということで第3位ですね、早速いきましょう。もうさっきから見えていますが、コウタロウさんのコース、ヨッシースピードラン自動キープスピン土管は EX だよということで、クリア率が 11%、 表面だけなら簡単なんでしょうけどね、やってみたいと思います。ヨッシースピン自動、うちの多分ね、全体を見ると、あ、やばい、なんでダッシュしちゃったんだろう。こういうことをやる人がいるからクリア率下がるんですよね。スピンでいきますよ。 R ボタン以外何も押しておりません。コウタロウさんの自動系のコースって珍しいですけどね、なんか自分の新しい殻を破るとかなんとか、そんなことを言ってたような、言ってなかったような気がします。普段自動系のコースで作ってないとは思えないぐらい、あっち行ったりこっち行ったり面白い動きしてますね。やっぱりマントって対空時間がうまく調整できるから、こういうのに向いてますよね。おお、青リフトに乗って戻っていって、やったー、すげえ、文字のど真ん中でゴール。いやー、さすがコウタロウさん、面白いコース作りますね。せっかくなんで EX モードの方もとりあえずやってみましょうか。左側お邪魔します。 EX、 これはつまり最後までヨッシーを連れて来いやっていうことですね。やっていきましょう。ここも R と右を押しっぱなしでいいみたいです。ただこうだ、オッケーで、って待って、あ、一応待っててくれんのね、ありがとう。これで同じようなことの繰り返しかな。あ、待って待って待って、はい、オッケーで、で次はオッケーでいいの。お、危ねえ、あ、やばい、あ、なるほどね。あ、出ちゃった。まあ、とりあえずあと1回ぐらい遊んでみましょうか。いいのかな？企画動画なのにこんなにグダグダで。いいか。いつものことだ。はい、お邪魔します。からの。でもこれであんまり苦戦してると、あれだけど。なんだっけな、この先が結構難しかったような気がする。この青いやつ結構速くて難しいんですよね、踏むの。たださっきのパックンはやばいな、タイミング取りにくいな。ここだ、おお、これた、これで中間、ここの先も同じかな。なんでこいつ、え、あ、そうか、スピンか。やられた。とりあえず先見ておけばよかったかな。これ難しいぞ。あ、え、あれ、どう、あ、扉があった。気づかなかった。よし、お邪魔します。で、キノコとデッキを補充して、やっていくぜ。こういうことね。はい。は、これ難しくない？うまく3回踏んでゴールできるの？
やばい、倒しちゃった。ダメじゃん。どうすんのこれ。激ムズじゃねこれ。危ない危ない、またダッシュしちゃった。親の七光。こいつどうやって倒そう。右側に誘導できるの。だって全然来ないよ。ほい。あ、でもちょっとずつ来てるか。いや、倒しちゃうんだよな。クッパジュニアを倒すだけだったらできると思うんだけど。そろそろか。これで今2回かな。オッケー。あ、しました。いいのかな。これでいい。なんか違う気もするけど、あいつ倒す必要はないのかな。てか勝手に落ちてくれて、鍵も持ってないという方はいいんだよな。オッケー、やったぜ。やったー。やっぱりさっきの全自動のクリアよりちょっと嬉しいかな。はい、そういうわけで、ヨッシー企画イベント第3位、孝太郎さんヨッシースピード違うヨッシースピン自動キープスピン、表と裏両方クリアしました。ありがとうございます。引き続き第2位のコースの発表をさせていただきますね。私もドキドキしてきたんだぜ。それではヨッシーさん、お願いするでち。トラウマ界のアイドルカッコカリ、サタナさんのヨッシーと3本勝負です。2位入賞、おめでとうございます。サタナさんは、前回では惜しくも入賞を逃しちゃったから、今回選ばれて本当に良かったですね。それでは、早速プレイしていきましょう。それでは続いて第2位のコース、遊んでみたいと思います。トラウマ界のアイドル草花さん、ヨッシーと3本勝負、クリア率 3% ですね。3ゲームマッチ with ヨッシー、遊んでいきましょう。ミニゲームが3本あるっていう感じですよね、きっとね。扉に入ってお邪魔します。シューティング、なるほどね。お、了解。あー、わかった。あのハテナブロックを壊してやればいいんだ。で、こっちのあのゴム兵を守れと。あ、いいのかな。はーい、お邪魔しまーす。続いて、あ、中間打った。ラン、ドゲメット取られちゃうか。なんとかかぶっていけないかなと思ったけど無理か。スピランね。はいはいはい、よし。スピン指定のブラックパックも倒して、あー、このちくわで時間取られんな。そういうスピン、あー、やばいやばいぞ。これは間に合わないじゃないか。急げ急げ急げ、閉じ込められた。あと1秒、 0.5 秒ぐらいでいいかのか。いいよ、今自分で何言ったか分かんなくなっちゃった。やっていくぞ、やっていくぜ。ここで一回無駄にバインってやっちゃうのもできればやりたくないんだけど。お、ブラックパック、ここだな問題は。ここで詰まっちゃう。そして、あー、今もまた詰まっちゃったな。ここはダッシュでいいのかな。ギリギリ間に合わないぞ。あとやっぱり 0.12 秒早くしないと。これは見た目よりも難易度が高い。あそこはぶつからないでいけないかな。あそこだけクリアすれば他のところもいけると思うんですよね。今度はスピンで来てみたけどどうだ。今ジャンプした、見てたよね。オッケー、はい、
コイン回収して B スイッチ扉入っていきましょう。最後スーモール、押し合いへし合い。多分ねブラックパックンをなんとかすればいいんだろうけど、裏技思いついた。これ乗っちゃえばいいじゃん。ダメ？あ！ズルするとこうなる。いや、今のは俺が下手なだけだったけど。次は普通にやってみよう。あれでしょ？パックンを多分端っこにいるドッスンに当てればいいはず。違う？あ、やばい。このなんか用事の軍配の音がいい感じ。おっしょ、ずるしていくぜ。あれ？あ、ヨッシー乗ってやがる、生意気な。ほらほらほら、あのドッスンにパックンをぶつけてやればいいと。どうよ、これでいいんじゃない？邪魔なやつは下に落としちゃって食べてやる。ズル万歳。はい、これでオッケーでしょ。デッティーにも乗ってきちゃったよ。よし、すげえ数のコイン、ありがたいね。現実でもこれだけお金もらえるといいんだけどな。いやいや、さすがに草パナさんのコースレベル高いですね。ヨッシーと3本勝負クリアしました。ベストタイム38秒、早い。すごいな。あ、ベストタイムチャミーだ、納得。はい、それでは第2位のコース、草パナさんヨッシーと3本勝負でした。続いて優勝コース遊んでいきたいと思います。ヨッシーコース編、優勝コースの発表になるですよ。総勢25名の会員の頂点に立つのは誰かな？どのコースも、その人らしさが出ていてとても良かったんだぜ。それではいよいよ発表の時がやってきました。オリジナルのゆっくりを使った実況で大人気、ナオさんのヨッシーとスピランチャレンジ。ナオさん、優勝、おめでとうございます。第1回からナオさんもコース作りで参加されてましたが、初めての入賞がいきなり優勝となりました。ナオくん、おめでとう。私も本当に嬉しいよ。皆さん、ナオくんが頑張って作ったコース、どうぞご覧ください。お待たせいたしました。第3回トラウマ界ヨッシーイベント優勝コース、ヨッシーとスピランチャレンジ、ゆっくり実況でおなじみナオさんのコースです。おめでとうございまーす。はい、マイクの前で拍手しちゃいました。このコースクリア率が 3%、3.5% ぐらいのスピランのコースになっております。ワールドでヨッシーを使ったスピランコース珍しいですよね。この辺りね、なんとなくね、タックマンさんのコースのオマージュを感じないこともないというかね、実はね、何回かちょろっとやっております。ごめんなさい。あ、しまった。そうそう、こうやって赤コインを回収しながら行ってね、赤コイン取らないでもクリアできるんですよって下手なことしちゃったな。ただ赤コインを取った方がタイムを短縮できるということで、できれば全部集めていくのがおすすめですね。次はうまくやっていくよ。多分ね、ここもね、右端にまで行かない方がタイム的には早いと思うんだけど、今回はやってみたいと思います。ここもね、最後まで折り返す必要はないと思うんだ、タイムを短縮狙うならね。で、あー、しまった。ここの赤コインをベロでうまく回収したい。そういうちょっとしたところでタイムを詰めていきましょう。多分ね、この方が早いと思う。あれ？あれ？タイミングずれた？縮小。
クリア率 3% の割りのは結構難しいですよ。いや、多分ね、ゴールするだけだったらいいんだけど、そこそこつまらずにタイムを狙っていこうとするといきなり難易度高くなり、こうやってベロで赤カウンを回収。この先見ててください。ここ突っ込む、これでいいと思う。多分ね、よくわかんないけどこれがきっと正規。ここでヨッシーと合体、扉に入っていきましょう。で、ゴーラを蹴って、蹴ってじゃない、吐き出していくと赤コインをうまく取ってくれるのでやっていきます。これもヨッシーがいないとできない。ヨッシーいなくても進めるんだけどね。大きなメットを切り飛ばしていって、ファイヤーを吐く。で、ボム兵量を爆発させましょう。そして、なんだっけ、ヨッシーと合体したらゴール。イエイ。あー、難しい、結構難しい。でもめったにない感じのスピランで、さすが今回の優勝コースに選ばれただけはあると思います。では改めまして、ヨッシーとスピランチャレンジナオさん、第3回トラウマヨッシーイベントをクリア、クリア優勝おめでとうございます。わおー、パフパフー、どんどん。これでね、第3位コウタロウさん、第2位クサパナさん、優勝ナオさんということで、3本コースお送りいたしました。他の方のコースもね、面白いコース多かったので、よろしければ皆さんやってみてくださいね。そういうわけで、今日はここで終わりにしたいと思います。また次の動画の、次の動画というかね、次のトラウマ会イベントももう募集始まってます。実は Twitter 見ていただいてる方だったら知っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。次のテーマはボス戦の音楽を使ったコースということで、詳しくは、コウタロウさんのツイッター確認してみてください。一般の方からのコースも募集しますので、どしどし振るって皆さんご応募ください。ではまたお会いしましょう。次回はあなたのコースにくるくるくる。これで今回の企画動画の発表は終わりとなります。今までと同じく、ナオさんやカカシさんも特別編の動画を上げていますので、皆さんそちらもぜひ見に行ってくださいでち。ふむふむ。そして、今回も素敵なイラストを提供していただいたクサパナさん、本当にありがとうございました。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。今日も、ご視聴、ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と、高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。